異なる種類のレーシングカーが同時に走るルマン24時間レースレーシングカーとは、レース競技目的の自動車である。特に4輪のものを指す。モータースポーツには多様な種類の競技があり、それらごとのルールに合わせて、レーシングカーが作成されるため、スポーツカーはもちろん、セダン、コンパクトカー、SUV、ピックアップトラック、貨物トラック、バギー、さらには、フォーミュラカーや、 ドラッグカーのように市販車には存在しない形状など多種多様なレーシングカーがある。レーシングカーの開発、製作を主要業務としているレーシングチームや企業をコンストラクターと呼ぶ。また市販車メーカーが市販車をベースにレーシングカーを開発している場合はマニファクチャラーとも呼ばれる。一般的にレース参加者は必ずしも自分たちでレーシングカーを開発しているわけではなく、 多くはコンストラクターやマニュファクチャラーから完成状態のレーシングカーを購入する。近年はレーシングカーの販売も一つのビジネスとして成り立っており、販売側はいかに安価で戦闘力のあるレーシングカーを量産するか、顧客に良質なアフターサービスを提供するかに知恵を絞っている。また使い終わった後のレーシングカーは他の弱小レーシングチームに売却することで、 売った側は新型を購入する資金を得て、買った側は戦闘力は劣るが安いレーシングカーを手に入れられるという、市販車の中古車市場に近い実態がある。後部座席を取り外して、ロールケージを装着している、ラリーレードの市販車無改造クラスでも、エンジンが粉塵を吸わないための改造等は、認められる通車のレーシングカーのレーコードを移動する、ラリーカーフォーミュラ E では晴れも雨も、 同じタイヤにすることでコストを削減しているボンネットにライトを追加したラリーカー LMGT 規定の日産 R390 の高動バージョン。一台のみの生産で市販には至らなかったカキは代表的なジャンルであり、実際にはさらに多様なレーシングカーが存在する。フォーミュラカーの例外一に代表されるサーキット専用のレーシングカー。北米では オープンホイールとも呼ばれる。速く走るために必要なもの以外は省いたフォルムをしており、タイヤやサスペンション、コックピットなど多くの構造をむき出しにしている。運転者は寝そべったような窮屈な姿勢を強いられる上、強烈な G にもさらされるため、30分から1から2時間のスプリントレースが主である。空力を駆使して、あらゆるレーシングカーの中で最も速くコーナーを、 曲がれるメリットを持つが、運転者がむき出しなため重大事故も少なくなく、近年は、ヘイローと呼ばれる運転者の頭部を保護するデバイスも取り付けられるようになってきている。GT カーの例にドアの市販クーペを改造した、レーシングカー。日本最大の人気を誇るスーパー GT はこれを採用している。2019年現在クラス1、LMGTE、GT3、 GT4 などの規則が盛んで、プロアマ問わず高い人気を誇る。ツーリングカーのレーシー反射を改造したレーシングカー。前述の GT カーも、講義ではツーリングカーであるが、専門的には4ドアセダンや5ドアハッチバックのレーシングカーが特にツーリングカーと呼ばれる。かつてはグループ B やグループ A といった規則が伝説的な人気を集めた。 2019年現在は TCR 規定が世界で流星を誇っている。プロトタイプの例、プロトタイプスポーツカー、スポーツプロトタイプなどの表記揺れがある。FIA 世界耐久選手権、ルマン24時間レース、イムッサ、ベートナ24時間レースなどで総合優勝を争うクラスに採用される耐久レース向けのレーシングカー。俗に、ルマンカーなどと呼ばれることもある。 フォーミュラカーと比べると、コーナリングの速さではかなわないが、運転姿勢が楽で10日類も装備しているため長時間の運転が可能である。もともとは、グランドツーリングカーの派生で、市販車モデルを発売することを前提に試作者も参戦、できる、という規則を採用したのがルーツである。このため、プロトタイプとグランドツーリングカーが混走するレースを、まとめて、スポーツカーレースと呼ぶ。 現代のプロトタイプは基本的に市販車と関係ないサーキット専用として開発されるが自動車メーカーのワークスチーム向けのクラスではベースとなる行動モデルを少量生産することが規則で求められる場合もある。2019年現在は欧州中心の LMP1 から4、北米のダッピー規定などが知られている。ラリーカーのレイラリーで用いられる市販車を改造した。 レーシングカー。ラリーは競技中にリーゾンと呼ばれる行動区間を走行することが義務付けられているため、数あるレーシングカーでは珍しく、行動規則に必ず合致することが求められる。かつてはツーリングカー同様グループ BAN、スーパー2000などが人気を集めたが、現在は世界ラリー選手権では WR カー、それ以外では グループ R が主流である。なおラリーレードは、ラリーとは厳密には違う競技であるが、ラリーカーとして紹介されることもある。こちらは、グループ T という規則が存在する。ラリー用車両は一般にレーシングカーに分類されるが、国際自動車連盟やその参加の日本自動車連盟など自動車連盟では、ラリーはレースには含まないため、ラリーカーと呼ばれる。ストックカーの例ナスカー。 スピードカーシリーズなど南北アメリカ大陸やオセアニアで用いられているレーシングカー。一見するとツーリングカーと同じであるがツーリングカーが何らかの部分で市販車のものを使用しているのに対しストックカーは運営に定められた競技専用ボディに市販車に似せたペイントをしているだけである点が異なる。ストックカーの原理は市販車であり長体を表していない。 という点では、プロトタイプと同じである。スプリントカーの例アメリカ大陸やオセアニアで盛んなダート路面のオーバルサーキットで用いられるレーシングカー。派手なウィングが特徴だが、ウィングが付いていないスプリントカーも存在する。ドリシャのードリフト競技で用いられる車両だが、ドリフト走行は速さを競うものではないため、厳密にはレーシングカーではない。運営が 各社の速さを均衡させる必要がなく、他のレーシングカーに比べるとかなり規則が緩く、フォーミュラドリフトや D1 グランプリなどのトップカテゴリーでは市販モデルの倍ほどもある、排気量のエンジンに換装するなどの魔改造が施されることが多い。また、前輪のキャンバー角を大きく、ネガティブ側にセットするのも特徴である。ドラッグスターの例ドラッグレースで用いられるレーシングカー。 フォーミュラカーのようにあらゆる無駄を削ぎ落とした、ドラッグスター、市販車を魔改造した、ファニーカーなどいくつかの種類がある。レーシングカーとの例もも小さなレーシングカーで、若手育成やアマチュアがメイン。レース以外に、遊園地のゴーカーアートのような娯楽にも使われる。フォーミュラトラックで用いられる改造トラック。競争あるいは競技に対応する英語はコンペティションで、あり。 そのうち特に競争に対応するのがレースである。例えば、いわゆるフォーミュラカーは基本的にオープンホイールが絶対条件となっているため、日本で行動を走行することはできない。ありがとうございます。